夏休み、おばあちゃんの家を探検してたら、押し入れの箱からカメラを見つけた。不思議だけど、触れた瞬間にワクワクする気持ちがした。おばあちゃんがニコニコしながら僕にカメラの使い方を教えてくれたんだ。一緒に撮ることがすっごく楽しかった。カメラで覗く世界は新しい発見ばかりで、まるで世界を覗ける窓みたいだった。あの頃の大切な思い出が今の僕の原動力。大人になった今もカメラで世界を切り取っている。ありふれた瞬間も魔法のように美しい光景になる。記録の手段は多様化していくけれど、大切な瞬間を形にしたいという思いは子供の頃から変わらない。カメラは過去と未来を結ぶ力を与え、新たな挑戦へと駆り立てる。僕たちの原動力だ。